確かなのだな。はい。つまり次のゼルダの誕生日が厄災復活の日になると。はい。写し絵の解析結果によればですが。時はないか、ゼルダよ。お前は騎士たちと共に勇気の泉へと修行に赴け、何としてでも厄災復活までに力に目覚めるのだ。ガーディアンに残されていた記録から、厄災ガノンがゼルダの17歳の誕生日に復活すると知ったハイラル王は、ゼルダに勇気の泉へと修行に向かうよう命じる。ハイラル王もゼルダも、そしてハイラルに住まう全ての人々も、近づく破滅の足音に焦燥を覚えていた。今の自分にやれることをする。それが無才の姫にできるせめてもの献身だと。そう何度も自分に言い聞かせてきた。けれど異物の研究も力に目覚められなければ徒労に過ぎません。みんなそれぞれの役目を果たしているというのに。私だけがいつまでも役に立てていない。姫様、一度休みませんか。ほら私そのお腹が減ってきました。インパですが、もう余裕は。無事ですね。よかった。姫様のおかげです。
あんな仕掛けに気がつくなんて。いいえ、あなたたちの力があってのことです。いいですか、姫様。は、はい。姫様は自分だけが役に立てていないなどとおっしゃいましたが、そんなことはありえません。今もこうして私たちを救ってくれたじゃありませんか。姫様の研究は絶対に絶対に徒労などではないんです。ありがとう、インパ。けれど私は己の使命と最後まで戦ってみようと思います。私にはそれしかないのですから。